背中が出てきた。うん、これくらいね。うん、何ゼミか熊ゼミかな。カニが出てきた？うん、これから出てきて、だんだん伸ばして。何分ぐらいで出るの？まだ結構かかる？うん。まあ一旦じゃ止めようか。気になるな。その会議の様子を見せてもらうと。こっちの黄緑のね、羽が今伸びてくるけど、うんうん、これどこも坂坂とも向いとっていいんやろか、うん、落ちやせんかな、うん、これまた伸びてくるわ。起きててもいいものなんだけど、だったらね、カメラここへ出るの、あと何分ぐらいで動くの。まだあの羽が全部伸びきるには時間かかると思うね。50分ぐらいかかる。うん、その後取っておけばいいな。え、いいの？うん。ゆうちゃんはベランダね、この網戸の窓を開けたら蚊が入ってくる。あ、あれは父ちゃんです。ピンク電話かわってない。ピンク電話で今お話し中です。ピンク電話なんで開けてるじゃん。いや、あの暑かったピンク電話だから、こっちはすだれがあるから開けても中見えへんから安定感はあるやん。いや、父ちゃんでした。ビルは何のか締め切りやってるもんで、これ何も感じねえんだ。ピンク電話、また私はピンク電話し昼になってもさ、暑いので乾いてくるように締め方もいいのね、あんな方は。こっちはわけな、そう、上でThank you.
に置いてるぞ。母ちゃん、さっきと変わったか、うん、どう、
化なし。あ、まだ。あまり変化ないね。あ、まだ？うん。まだどんどん伸びてきたけど、こうもひっくり返ってっていいのかしら。もう、ああ、ちょっとあれ、お尻出して、あ、ここはこうやって今度伸ばすんだ、羽を。なるほど。ほらね、向きが変わったべ。ああ、前足でしっかり掴んでるわ。今度から伸びてくるよ、今度。あ、なんかずれてるぞこれ。あ、こっち来とった。
例の三脚があったな、あれで会えばよかったかな。メスかね、それ。
終わったのか、うん、じゃあ止めるから目かちゃん、うん